アントニーのボルツィ、アントニーのボルツィは、イタリアの植物学者である。メッシーナ植物園の園長などを務めた。メッシーナ県のカストロレアーレで生まれた。バロムブローザの森林研究所で学び、教授の植物生理学者のフェデリコデルピーノから強い、影響を受けた。1879年から、メッシーナ大学、1892年から、 パラレモ大学の植物学の教授を務めた。メッシーナでは17世紀にカステリによって作られたが、スペイン支配下で破壊されたメッシーナ植物園を再建し、植物学研究所を創立した。パレルモでも植物園を作り、植物学研究所の創立に貢献した。1892年から1921年の間、パレルモ植物園の園長を務めた。 植物の形態学、植物生理学を専門とした。ルイージ・ブスカリオーニア、ピエトロ・ロムアルド・ピロッタらの植物学者と、植物学雑誌、マルピルゲイア・ゲーヤを創刊し、パレルモ植物園企業を創刊した。イタリア科学アカデミーやアカデミア、デー・リンチェイの会員に選ばれ、イタリア植物学会の会長も務めた。スウェーデン語にも堪能で、スウェーデンの小説家、 セルマラー・ーゲルレーブの小説の翻訳も言った。1920年にウップサラ大学から名誉博士号を受けた。サボテンの俗名、ボルゾカクタスに懸命された。ボルジーは植物の学名で命名者を示す場合にアントニーのボルチを示すのに使われる。ありがとうございます。